どうも、はこんばんちはウエスタン木村です。今日はですね、白手首は極上、こちらの方を攻略していきたいと思います。最速動画ではありませんので、あらかじめご了承ください。ステータスはご覧の通りですね。まずはリーダーですね。タロスケ生命磁気先導パワー ADK& 移動距離ブーストですね。ディスカーズですね。でメインアタッカーのジョウスケですね。勇気グレート、俺が戦うぜですね、言えてます。そしてシーザーですね。怒りの5連撃と、初動移動距離ブーストですね。そして怖くないぞを入れてます。控えはもう使わないので何でもいいということで、カムを入れております。喧嘩と愛を入れてます。相変わらずですね。で、フレンドリーはムダディオを迎えています。では早速始めましょう。まあほとんどジョウスケの CS ゲーですね、完全に。ほとんど特筆することもなく進めていけるかなっていう感じですね。まあどうしても、ブラフォードのね、相手のコンボ数が多いほど自身へのダメージをカットする、これがあるので、一撃ではねどうしても倒せないというお悩みがあるんですけどね。グレートのおかげでゲージは溜まりやすくなってますので、産物もらったおかげで倒しきれます。そして怖くないぞでゲージ回復し、あとはもうすぐに CS ですね。はい、1ラウンド目終了です。さあ2ラウンド目ですね。まあ、ここまで移動距離を長く使うことはないんで、生命時期とね、なんだっけそうですね、初動移動距離ブーストですね、まあ、いらないとは思うんですけどね、まあ、とりあえず持ってた方がいいんじゃないかなということで入れてはいるんですけどね、安全策をとって。いいですね。あ、ターンスキップしちゃいましたね。慶長ですね、慶長が問題なんですよね。死亡時コンボ数カウンターがあるので、ジョウスケで行っちゃうと死んじゃいますので、タロスケで行きます。なるべく慶長だけは倒すように知っておきたいですね。まあ、この時のために生命時期使ったのかな、ちょっと内容よく覚えてなかったりするんで申し訳ないです。あ、倒しきれてませんでしたね。硬いなマニッシュは。当たってなかったという話もありますが、
さあゲージが満タンになりましたがですね、ジョセフがヒットされるために、こっちじゃないですね、貴様はこれも計算のうちかジョジョですね、死亡した時にスキルゲージを1つ分減らしていきます。そして、イギーですね、イギーが接触攻撃を受けるとカウンターダメージを与えてきますね。ダメージ受けたくないですね、当たるともう即死レベルです。で仲間を守るですね、一定範囲内の仲間が攻撃を受けた時に身を挺して守っていきますので、ここも注意したいところです。しかも産物が今乗ってない状態なので、まあ一気にやってしまえばね関係ないんですけどね、どうせゲージ取られるんで一気に叩いておきましょう。ここはねタロスケ動かしてもいいんですけど、点数を発動させます、フレンドの無駄で。そうするとジョースケが3ゲージ溜まるので動けます、 CS で動けます。そして回復ですね、タロスケ回復しました。3ラウンドですね、さあ3ラウンドいきます。もう何も考えずに、ドラガーですね、増援が降ってきました。ゲージ回復ユカゴですね、英語の試験16点16ヒット以降のダメージが1になります。そして、絶対に挨拶してみせるですね、味方勢力全体のスキルゲージの溜まりが5分の1になります。ですがタロスケのリーダースキルのおかげで関係はないですね。ラバーソウルですね、殴ったところに食らいついてやるぜってですね、移動距離がダウン&ダメージを受けてきますので、ここは何としてもダメージは受けたくないです。で 1.5 ゲージ溜まるように動けばいいっていうことなんですが、グレートのおかげで溜まりすぎとなってますね。さあケニジが壁をなくしてきましたが、もう CS で終わりです。はい、3ラウンド終了しました。次4ラウンドですね、最終ラウンド。自己紹介が長いのがね、たまり傷って感じですね。さあここでようやくシーザーの出番ですね。もう怒りの5連撃使ってるんですけど、もうその場CS でやっちゃいます。狙い新セレバーを食らうんですが、16,400なので、そこまで気にする必要はないかなと思いますね。なのでこのまま突っ込んでいって CS ですね。
ナイフもこれで取られなくなりました。ディオとジョセフがですねゲージ回収してくるのでもう、シーサーバフかかっていれば関係ないという感じでいけますんで、さあそして、威圧ですね。威圧が被ってないのでもうそのままジョウスケの CS で押し込みます。よし倒せましたね。はい、はい、クリアしました。まあキャラクターさえ揃ってればそこまで難しいテクニカルバトルではないということですね。ではですね、最後までご覧いただいて誠にありがとうございます。ではまたどっかでお会いいたしましょう。ではラザバタイ。